こんばんばは本日はですね、パイロットフライジンバル、当店で扱っている現行のアドベンチャーとトラベラー、この2機種がありますが、こちらについての消費税増税、8%から10%になるっていうね、増税前の値下げセール、値下げキャンペーンということで、皆様にご案内したいと思います。 はい、簡単に言いますとアドベンチャーが税抜きで5000円引きでトラベラーが税抜きで3000円引きとなります税込みになると当然ね3000円100円とか5000円100円とかもうちょっと値下げ金額っていうのは高くなるんですが、はい、そのような値下げを実施したいと思いますもうねすでに価格を変更しておりましてこちらのトラベラーね下ずっと送っていきますと はい、えー。税抜きで38,500円になってますし、アドベンチャーに関しましても、えー、ずっと下に行きますと、作例もね、ぜひね、ご覧になってみてください。はい。えー、税抜きで82,800円というふうに表記されています。はい。ので、えー、ぜひともね、迷われている方、まあ、一度ね、パイロットフライジンバルを使ってみたいと思われた方に関しましては、えー、ご検討いただけたらと思います。はい。えー、特にね、このパイロットフライアドベンチャーっていうのは、 これはね、もう本当にあのロングセラーで、えー、2018年の本当1月とか2月とか、はい、に、えー、リリースされたジンバルで、えー、かれこれ18ヶ月以上の、ね、ロングセラーとなっております。はい、で、えー、値下げのタイミングっていうのは昨年の11月ぐらいにいっぺんあったんですけど、まあ、今回ね、えーまあ、増税前のということでやらせていただきました。 はい。まあ、これはね、うちの販売店だけじゃなくて、やっぱり増税前だから、まあ、駆け込みでね、販売促進ということで、えー、いろんなプロモーションやってますよね。まあ、特に高額商品のテレビとか、まあ、家でもそうでしょうし、まあ、いろんなね、えー、高額なものっていうのは、まあ、増税前にぜひお買い上げくださいということでやっております。 はい。で、まあ、価格そのままでね、えー、お買い上げくださいっていうのもなんなんで、まあ、今回はね、わ、ま、ず、あ、かながらですが、えー、値下げさせていただきました。はい、えー。今ね、このアドベンチャーっていうのはね、えー、まあ、ロングセラーでね、ずっと来てるんですが、特にね、ここ最近は、私があの、ほら、ハンディカムの R タイプで、えー、乗るよっていうことで、えー、プロモーションさせていただきました。何ヶ月か前にね。で、それの影響があって、結構ですね、 あのビデオを撮影するっていうのは、まあ、結構最近の方々っていうのはミラーレスとかで、まあ、もしくはまあ一眼レフもいるのかな、まあ、でも大体まあミラーレスで撮られる方が多くてでそんなお客さんがまあアドベンチャーをお買い求めいただくんですがそうじゃなしにやっぱりビデオっていうのはビデオカメラで撮るもんだよという方々の、まあ、そういう世代の方々も多いんですね、まあ、そういうまあ高齢者の方々が多いんですがそういった方々がですねあの使うには非常にこのまあビデオカメラとハン,、えー、ハンディカ だけじゃないねビデオカメラと、えー、アドベンチャーの R タイプこれがねすごくマッチングがいいということで結構ねお問い合わせあのいただきますはいで、えー、やっぱりねまあ特に高齢の方なんかそうですけどまあただでさえね三軸でぐにゃぐにゃ動くジンバルですから使い方が非常にやっぱりね最初不慣れで分かりにくいですですので特にこのアドベンチャー R タイプと、えー、ビデオカメラ この組み合わせでお買い上げいただいた方には、えー、まあ、あの、なんだろう、商品が届いた後に、できればね、できればお電話くださいと。そしたら私が電話越しに、もちろん、あの、解説 DVD とか日本語マニュアルもあるんですが、あの、まあ、手取り足取りじゃないけど、まあ、音声でね、私の声で、まず、じゃあカメラをこういう風うに乗せてくださいとか、その時にレンズの先端とか、ロールモーター、 うん。ロールモーターね。これ手前にありますか向こうにありますかとかね。一個一個チェックしてセットアップするサポートをさせていただいてます。はい。そのような形で、まあ、あのミラーレスだけじゃなくてね、まあ、ハンディカムとかビデオカメラとか、はい。AX100 とか700も搭載実績ありますし、R タイプっていうのは通常のタイプよりも、ちょっとね、えっと、アームが長くなっていて、で、 L 型の,あのプレートのところもね、横幅が長くなってるんですね。ですので、AX700 とか100も乗りましたし、私の持ってる AX40 も乗りますし、55も乗りますし、まあいろんなあの組み合わせがね、まあちもちろんね、ちっちゃい小型な PGA なんとかっていうね、ああいうやつも乗りますしね。はい。そういうお問い合わせが多いんで、ぜひともですね、今後アドベンチャー R タイプ含めて、このね、今回値下げとなったアドベンチャーというのをえご検討ください。 はい。で、アドベンチャーだけじゃなくてね、今ね、今年まだこれ出たばかりのトラベラーですね。はい。こちらについてもね、まあ今ね、ジンバルっていうのは本当にエントリーモデルっていうのは、あの各社どんどん値下げしておりますね。はい。で、その価格 その価格競争ですか中国メーカーを含めた価格競争の中でトップを取ることいいうのは非常に難しいです、うん、ただまあ価格をどんどんこう値下げしていった先には何が待ってるのかなってことを考えるといや価格だけじゃなくてですねそれ以外の性能と品質ですね。 性能と品質この2つの部分をまあなんとかね目標課題として今後ねパイロットフライ頑張っていっていただきたいなと。で、いっていただきたいなって私が願うだけじゃなくて私も極力お客さんとのやり取りの中でまあ例えばその修理品で何か不具合が出た時にそれをなるべくこうピュアに まあ、映像化して、えー、メーカーにフィードバックしたりとか、まあ、そういったサポートの手,手助けというか、仲介というかね、いろんなことを、まあ、あのメーカーとキャッチボールしながらやらせていただいております。はい。で、ゆくゆくね、先日も、あの、ちょっと動画にしました、パイロットフライ H3 っていうのも控えてます。ただね、えー、まあ、先日もちょっと申し上げたんですが、パイロットフライ H3 は多分今年中には出ないんじゃないかなと、私的には予想してます。まだちょっと先の話です。で、大型のジンバルです。ですので、第 中中小のうち今小と中がありますでこの小と中に対して値下げをかけましたが、えー、大のジンバルっていうのはいくらなのかいつ出るのか全く見えて、えー、こない、えー、いない状態ですね。はい、ですので、まあ、あの今ねで、えー、にカメラをお持ちで,で当店で扱ってるこの2機種について、えー、このジンバルがマッチするかなどうかなっていうところね、まあ、もし迷われてる方いらっしゃいましたら、えー、私にご相談いただけたら、えー、最適なジンバルっていうのをご提案させてもらいます。 ので、ぜひね、メールいただけたらと思います。はい。で、あとね、これトップページ見ますと、フィールワールド、当店ね、フィールワールドモニターっていうのを今やっておりまして、えーまあ、正規代理店としてね、扱わせていただいております。 はい。このね、フィールワールドモニターっていうのは、ジンバルと非常に相性がいいと、ジンバルというか、まあ、ビデオ撮影について、ビデオ撮影と相性のいい、まあ、外部アクセサリーかな、外部モニターかなっていうふうに思っておりますので、スチル写真の方もまあ、視野には入ってくるとは思うんですが、特にね、えー、まあ、当店で例えば、パイロットフライジンバルをお買い上げいただいた方、はい。 でいや、いただいた方じゃないですね。過去形ですね。当店で今後、パイロットフライジンバルをお買い求めいただく、うん <laughs>、当店でパイロットフライジンバルを買っていただいたお客様、いや、当店でパイロットフライジンバルをこれから買おうと思われている方につきましては、このフィールワールドモニターを一緒にセットで買っていただけたら、 セットで買っていただけたら、このフィールワールドモニターというのをお値引きさせていただきたいと思っております。はい。ここのショップページで、えーまあ、その価格表示っていうのはしていないんですが、当店にジンバルと同時で購入を考えておりますという旨伝えていただけたら、こちらのね、フィールワールドモニターの方、価格をね、値引き後の価格っていうのを提案させていただきます。ので、ぜひね、えー、まあ、 ジンバルだけじゃなくてですねこちらのフィールアウトのモニターについてもご検討いただけたらというふうに思いますはいそんなわけでちょっと長くなりましたがパイロットフライジンバルのま増税前値下げセールということでご連絡ご案内させていただきました以上ですありがとうございました